皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はダンベルを使って効率よく背中を大きくしていく種目、3種目をご紹介させていただきます。1種目目、ダンベルベントオーバーローですね。いろんな動画でね、解説してきましたけども、背中は懸垂のように上から引いてくる種目と、ベントオーバーローのように前から後ろに引く種目とね、両方やってくださいというふうにずっと申し上げてきました。まあ、なので、このね、ダンベルを使ってしっかりね、負荷を増やしながら、このベントオーバーローの前から引く種目がね、できるようになるというのは、背中のね、トレーニングの効率を非常にね、アップさせてくれますので、ぜひね、このダンベルベントオーバーローをやっていただければと思います。そして、2種目目なんですけども、懸垂ですね。ダンベルだけじゃないやん。ツッコミが来そうで怖いんですが、もうダンベルを買うぐらいね、トレーニングにハマってるんであれば、チンニングスタンドも買ってください。ちょっと出費が増えますけども、これがあるとないとでは、本当にね、上半身トレーニングの効率がもう段違いですので、ぜひね、買ってください。もう強くおすすめをします。もう私がこれだけね、勧めるぐらい、非常にね、懸垂って、背中を鍛えるのに本当に効果的な種目ですので、自宅トレーニングやっててチンニングスタンドないよと、懸垂やってないよという方は検討よろしくお願いします。3種目目はダンベルプルオーバーですね。プルオーバーのやり方の動画でも解説してましたけども、大胸筋と広背筋にもね、強い負荷をかけることができまして、フォームによってね、若干ね、大胸筋に効きやすいフォームと広背筋、背中に効きやすいフォームとちょっと使い分けることができるので、背中のトレーニングの時にもダンベルプルオーバーやっていただくのをおすすめします。まあ筋肥大だけじゃなくて、肩の柔軟性の向上にも非常に効果的な種目ですので、ぜひぜひやり込んでいただければと思います。今回はですね、ダンベルで背中を鍛える、効率よく大きくしていく種目、3種目をご紹介させていただきました。他にもですね、知りたい部位のトレーニングがあればコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。